僕はさ、コーヒーはそんなに詳しくないんですけど、サイフォン式みたいな、なんか、ノイコありますね。ありますね。あのフラスコみたいな、はい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 。あれは特にやってないんですか？うちではサイフォンはやってないですね。あれの特徴は何なんですか？サイフォンは、まず難しいです。難しい。はい。ですから、喫茶店のマスターとかが、やっぱり技術をお見せするっていう風になると、サイフォンとかでやられてたりすることが多いですね。はい。あとは、道具の管理がすごく面倒くさくて、サイフォンも、フィルターが布なんですね。はい、あと、この紙のフィルターができる前って布のメルドリップってよく言われるものがあったと思うんですけども、あの布っていうのが一度使い始めたら絶対に乾かしちゃいけないものなんですね。使う時でも使わない時でも水の中につけて冷蔵庫の中で保管しなくちゃいけないんですよ。で、水って腐りますから使わなくてもやっぱり 2,3 日で取り替えなくちゃいけなくて、すごく面倒くさいんですよ。はい。ですから大体最初は面白がってやるんですけど、すぐ飽きちゃってペーパーになっちゃったりするっていうことが多いようですね。はい、コーヒー界の常識なので、常識的にネルドリップはやっぱりみんなね挑戦してますよね。自分もまあね、使わないときはもうそれを冷凍してみたいな。ね、あんまりもうそれ冷凍で乾かしちゃうと、匂いがすごいことになっちゃうんですよ。うん、だから本当にね、連続してこう使い続けないと。そうですね。難しいですよね、冷蔵庫は。で、なんで乾かしちゃいけないかっていうと、コーヒーの皆さんが飲んでる豆っていうのは実はコーヒーの木の種なんですね。なので発芽するためにほんの少し油脂分があるんですよ。それが焙煎しても残りますので、それが布の目に入りますと、使って乾かしてってやってるうちに発酵してしまう可能性があるんですよ。で、それを使って上からお湯かけて、どんなに美味しいコーヒーでも発酵した匂いが出ちゃうことがあるんですね。なので乾かしちゃいけないということなんですね。はい。ちなみにスペシャルティーコーヒーって書いてますけど、はい、ティーコーヒーって何ですか？皆さん、スペシャリティっていう言葉が、よくスペシャリティっていう言葉が聞かれると思うんですけども、スペシャリティではなくて、コーヒー業界はスペシャルティなんです。はい、ティーとコーヒーじゃないんですね。じゃないです。スペシャルティーで一つの言葉なんです。ここまでで一つの言葉です。はい。で、スペシャルティーコーヒーっていうのは、際立った特徴の、それも美味しい特徴ですね、があるコーヒーを言ってまして、やっぱり世界的にはこういうスペシャルティーっていうのがだんだん流行してきています。ただ取れる量があまりないので、はい、すごくいっぱい出回ってるわけではないんですけども。世界の潮流としてはこのスペシャルティーコーヒーの方向に向いてますね。はい、美味しそう。はい、スペシャルティーその取引する豆も変わるっていう。そうですね。はい、そのモカジャバの下りでいろいろ気になったんですけど、はい、いわゆるこのジャバはジャバロブスターとか。え、ロブスターじゃなくてアラビカ種のジャバのコーヒー。ジャバっていう、はい、があるんですね。はい、何言ってるか分かんない。分かるけど、豆の種類。そうそう、アラビカ種っていう、はい、いろいろ、はい、ティピカ種とかいろいろあるんですけど。品種ですね。うん、はい。コシヒカリとかサザン錦みたいな。そうですね。はいはい。で、コーヒーの中でいうと大きく分けると3つありまして、今おっしゃったアラビカ種っていうものと、あとロブスタ種。でロブスタ種っていうのはエビじゃないね。エビじゃないです。多くはインスタントコーヒーとか缶コーヒーとか、そういう加工用のコーヒーに使われることが多いですね、ロブスタ種は。あとは今はほとんど世界で作られてないんですけども、リベリカっていうのがありまして、それは1回飲ませてもらったんですけど、あまり美味しくなかったです。ですから今はアラビカとロブスタがほとんどですね。はい、出したらそれ、これがその自分がちょっと凝ってた時に、はい、ハンドピックやってて、はいはい、ハンドピックって何？ハンドピックっていうその、ね、くず豆とかをより分けて、あ、そう、結構そういうのがあるんですよ、はい、焼いちゃいけない豆みたいなのが結構あって、そうですね、はい、それで、結構神経質にやってたっていうのもあって、はい、そのいろんな自分の体質もあったんですけど、なんかこう手荒れが気になって、いろいろなんか乾燥式とかの話とかも聞きたかったんで、はい、お手紙を出したことがあったんですよ。で、これが有名な、ね、コーヒー業界で有名な伊藤博さん、はい、返事が来たっていう。何を書いたの？何を出してほしい？
よりわけ、そのハンドピックっていうことがあって、まあ、それでいろいろ気になったことを質問したら、うん、こうやって返事が、まあ、子供の頃結構大人になってからまあ二十歳過ぎですね。ああ、じゃあコーヒー好き青年に対しての、そうですね、あの質問を返してくれたすごいですね、専門家の方がいるので、そうですよ、あの、まあこれは福岡のコーヒー三輪コーヒー館という、昨日夜中そういう方って言うんですかね、あのコーヒーについて聞きたいんだけどっていう質問、いきなり質問いや、そういうことね、ファンレターなら分かるじゃん、ミュージシャンみたいな、はいはいはい、でも感じとしてはそういう感じでしょ、一種のファンレターね、それも込みで、ね、はい、なんかいろんなヒントがもらえるんじゃないかと思って、はい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 、いやでもすごいですね、まあ一つ昨日ね夜中あの探し出して一、うん、つ3日なかったのが、うん、これあのサザコーヒー、はい、サザコーヒー鈴木さんからも、はい、お手紙もらったことがあって、あ、それ2通ぐらい やり取りやって、その流れでこの雑誌もちょっと撮ってみようみたいな、はいはい、あ、その笹の鈴木さんの業界誌、うん、だって経営情報誌喫茶店経営情報誌を何になりたかったのまあちょっとのめり込んで、もうなんかとりあえず何でも知りたがりだったんですよ、ね、もうやっぱりこういうコーヒーを好きな人っていますよね、うん、いますね、コーヒーも奥が深いというか、はい、そうですね、うんうんうん、もうそういう方ほどいろいろ言うと、うん、こういうふうに考えちゃうのででもまあこれに関しては本当に今読み返すと若気の至りでちょっと申し訳なかったなっていうことはね、うん、丁寧に返事もらっちゃっただけに、あ、ね、優しい人だってよかったね、いや本当すごい、なんでご感想をいただければ、ですか、うちの社長がまあこれはちょっと違う農園なんですけども、うん、こうやって産地の方とですね、うん、はい、直接貿易をして輸入してます、ね、はい、直にできるって強いですよね、そうですね、はい、逆にやっぱり直にできないといいコーヒーっていうのがなかなか手に入らないので、いつまでも商社さん任せにしてるとやっぱりなかなかいいものが手に入らないですね、うん、やっぱりいい豆は取り合いになるんですか、取り合いですね、はい、ね、たまにそういう経済ドキュメンタリーとかでそのバイヤーみたいな人が行って、ね、はい、密着なんてみたいになってるじゃん、はい、かじって、はい、これはいい豆だねみたいなのやってますけど、ですからうちもあの昔はアフリカのザンビアっていう国からコーヒー買ってたんですけど、うん、まあ日本にもいっぱいある某外資大手が買うようになっちゃって、うち買えなくなっちゃいました、うん、はい、やっぱりそういうこともありますね、コーヒーの収穫時期っていつなんですか、はい、あの国によって違いますし、うん、あと北半球、南半球によって違うので、あ、じゃあ結構割と一年中、はい、ですからあの中米あたりですと、うん、あの見に行くなら1月頃行ったり、はい、あと、まあ、うちが一番多く輸入しているブラジルあたりですと、まあ、いつも行くのはだいたい6月から7月にかけてぐらいでしょうかね、に見に行くという感じですね、はい、もう全部違います、はい、忙しいですね、はい、うん、はい、お待たせいたしました、パプアニューギニア、はい、タイオシェフレスが、はい、コサプレスですね、はい、どうぞ、こちらはモカジャマです、あ、はい、はい、少しかな、もうカウントされてる、うん、はい、これがフレンチプレスってやつですね、パプアニューギニアです、はい、はい、測ってるんです、はい、落ち切ったら、これが落ち切ったら一番最後までプレスしていただいて、はい、でこれ最後まで入れないでほしいんですよ、ちょっと残してほしいんですね、はい、はい、どうしてもあの下の方っていうのはあのすごく濃くてその果抽質の味が出てしまうことがあるので、ちょっと飲みにくくなっちゃう可能性があるんですよ、ですからこのフィルター部分から最低5ミリぐらいは残していただきたいですね、はい、このやり方はやったことないの？自分ではやったことないです、あ、そうです、まあ、このお店、はい、これだけやってるお店とかには行ったことあるんですけど、はい、これは3分ですか？これですね、これは3分ですね、はい、はい、じゃあその前にこちら先に飲みましょうかね、はい、これは何ですか？これモカジャバ、モカジャバです、ね、はい、いただきます、なんかせっかくなんで、そのおすすめのサンドイッチみたいなの、はい、やっぱり食べたいらしい、召し上がってみますか？そうですね、あ、香りが違いますよ、アンドなんていうのはありましたかね、さっき、あのあコーヒーに合いそうな、酸っぱい、うん、酸っぱい、うん、酸味が今日は感じます、でも美味しい、でも甘みもある、うん、違うね、うーん、飲んでみます、あー、すみません、はい、
モカジャバです。結構深めのやつ、はい、そうですね、はい、いやそのモカジャバは飲んでください。あ結構すっきり、うん、そうですね、割とすっきりした匂いで、ね、美味しいですね。ね、そう、コーヒーってその後味がすっきりしてないとダメなんですよ。うん、あのいつまでも口に残る、うん、さっきおっしゃってたザラッとするようなのはやっぱり良くないコーヒーなので、うんうん、甘みもなんか、うん、甘みも感じる ね、 そうですね、はい、明らかに違う、うん、これはじゃあプレスプレス、ストップしてください。はい、あの押すのは一番下まで押していただいて、はい、はい、あ、そうか、入れるときにちょっと残すね、はい、はい、もういけないの、はい、あ、本当だ、ちょっと濁ってるね、そのぐらいでいいかもしれないですね。あ、うん、はい、はい、はい、そうですね、このぐらい残していただきたい感じですね、はい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 、じゃあちょっとカップ見して、この中この色の感じ、はい、この感じが違うんですね。あ、そうだ、ちょっと液体が濁るんですね、はい、濁るのとやっぱり油が浮くんですね、はい、はい、これがプレスで入れた時の特徴です。じゃあいただきます。はい、どうですか。ああ、なんかもう広がりが強い、はい、うん、あ、でもやっぱりすっきりはしてるんですね。そうなんです、まろやかさもあって、はい、うーん、はい、よろしいですか、いただきます。あ、違うね、本当だ。同じコーヒーでもやっぱりペーパードリップでやった時とプレスでやった時だと味が全然変わりますので、すごいすっきり、あ、違う、うん、どこ違うと言われても違う、あの味がちょっと柔らかい感じになると思うんですね、うん、柔らかいっていうのが出る、はいはいはい、これはまあこの豆の特徴でもありますね。そうですね、豆の特徴とやっぱりこのプレスの高いところに、高いですね。パプアニューギニアはだいたい 1600m 以上のところで作ってます。はい、それであのパプアニューギニアはもちろん農園っていう概念もあるんですけども、あの私どもが買わせてもらっている生産者の方たちはもう本当に小農家で、お家の裏庭にコーヒーの木を1000本とか植えてあって、裏庭2000本、はい、すごい。で、あのパプアニューギニアって皆さん自給自足で生活されてるんですね。ですからわざわざコーヒーを作ろうって感じじゃなくて勝手にできちゃうっていう、あ、じゃあ管理してるって感じでもないんですね、だったんですけども、やっぱりそれだとあのちゃんとした値段で買ってもらえないということで、あの私どもに輸出してくれる会社の社長さんがですね、その小農家の方たちにこういうふうに作りなさいと、こういうタイミングで収穫しなさい、でそれをあのさっきおっしゃってた水洗式で乾燥させなさいとか、そういうのをやった人たちに対してはプレミアムを払うという買い方をして、でその社長が買い上げてくれたのをうちが買わせてもらっているコーヒーなんですね、はい、じゃあ地域統制というかこう、そうですね、それで向こうで管理していただいて、はい、そうですね、はい、で向こうの会社、社長の輸出してくる会社の社長のところにもちゃんと味を見るテスターの人たちがいますので、はい、でそれであったものだけを私どもに輸出してくれているという、そうですね、コーヒーってチェックが厳しい印象がすごくある、はい、でパプアニューギニアはやっぱり大きい農園とかですと、ヨーロッパ系の外資が入ってたりするんですけども、うちが買わせてもらっているところは全部現地の方が、生産から生成から輸出のところまでやってくれる。あ、サンドイッチ来ましたよ、やっぱりせっかくね、やっぱり、はい、これはアボカド電波に乗せる、はい、アボカドとエビです。ソリ、はい、これはなんかすごく、はい、コーヒーにも合いそうな、はい、サンドイッチで、はい、あなたグルメリポートできるの？あんまりそういう、でもまあせっかくね、はい、喫茶店だからね、喫茶店で来てるので、もうこれは本当に、うん、美味しそうだよ、はい、こんなこうボリュームたっぷりな、はい、
いただきます。はい、どうぞどうぞ。うん、まだアボカドには到達してもないですもうこのきゅうり、うん、トマトのこのシャキシャキ感と、うん、この下のエビとアボカドのこのこってり感がいい具合にミックスされて、うん、すごい美味しいですね。それっぽい、うん、これでオッケーですねこれはもう本当に貧乏なのに後口にこのコーヒーもすごく合うんじゃないかと思います、うん、あ、はい、まあ一応なんかあの税金出た時も自炊してたもんね、うん、料理はある程度できるでしょ。うん、まあ料理と呼べるものをやってるとは思えないですけど、うん、お布団で保温してたよこの人お鍋をあれはあのレポートの人だったら誰だっけ、クリームシチューの上田さんが、上田さんでしょ、上田さんになんか見た気がします。あ、私なんかいつのやつ、あれですね、あの一番最新の、はい、その前かな、1個前ぐらいですよね、1個前の、復活スペシャル、はい、あーなんか拝見したかもしれないですね、うん、はい、ちょうど1年ですよ。そうですよ、そのぐらいですよね。そうですね。でちょうどこの間その、はい、一番最新版のまた復活版があって、はいはい、その前に再放送がまたあってみたいな。そう、最新の時は、うん、あの知らなくて見れなかったんですけど、うん、その前の時は、うん、あ久しぶりだから見ないとと思って、うん、見たので、じゃあ見てたかもしれない。あ、本当に。いや嬉しいですね。うん、その時じゃちゃんとあの、はい、クリームシチューの上田さんに手料理を、はい、そうですね。まあそう、手料理。あ、なんか結構いろいろ作ってましたっけ。まあ炊飯器一つでいろいろできる、うん、できるってやつ、はいはいはい、なんか少し浮かんできました。あ一応中国版の YouTube とかに見れますんでまた見てやってください。どうしよう、なんかせっかくなんで召し上がってみます。どうぞどうぞ、うん、お腹空いてる、うん、まあまあまあどれどれって食べたことあるけど、うん、いただきます。はい、あとコーヒーっていうのはその食べるものも選びますよね。そうですね、やっぱせんべいなんか食べられないですよ、はい、コーヒーなんか、まあ、好きな人いるかもしれないじゃん、うん、まあ自分だけでは結構、まあ、いろんなコラボってあっていいと思うんですよ。あ、すみません、すみません、あなた普段あんまり食べてないだろうからいや結構食べてますよ自分は、しっかり食べてます、あの炭水化物だらけでそれはしっかり食べてるって言わないでね、うん、あと今ちょっと、うん、まあ、生活家の関連になっちゃうんですけど、伊達巻きとコーヒーってやってるんですよ。伊達巻きを、伊達巻きって甘いじゃないですか、だからまあスイーツとして、ああ伊達巻き、はいはい、で、うちのコーヒーと、うん、で、勝手にやってます。それ合いそうですね。合いますよ、意外と結局何でも合うんじゃないですか。卵系は合いますよ、うんうん、そう、やっぱり銀座となるとその高級な街っていうイメージが僕の中ではあるんですけど、はい、やっぱり最近の銀座もそうなんですか。そうですね、やっぱりあの海外のブランドショップがいっぱいあったりするので、はい、ただまあうちはもともとのコンセプトが、うん、あの一般の方に飲んでいただきやすい値段でコーヒーを提供するということなので、うん、森のコーヒーも1杯500円ぐらいで提供してますし、うん、まあ銀座通りだと1杯1000円ぐらい取ってるお店とかありますので、うん、まあ、それよりは、まあ、あの入っていただきやすいお店っていうのを目指してますね、はい、創設当時からそういうあれですね。そうですね、はい、ですからまああのね、一部のお客様からもうちょっと取ってもいいんじゃないのって言われたりもするんですけども、さすが銀座ですね。でもまあやっぱりその一番最初のコンセプトというかをまあ守ってやっていきましょうということで、すごい値上げっていうのはもちろん少しずつの値上げっていうのはさせていただいてますけども、今でもまあ500円ぐらいで、ちょっと違うコーヒーだともう少しいただくという程度にしていますね、はい。本当に銀座に来た際にはね、うん、フラッと寄りたい感じでねちなみに銀座は来るの？めったに来ないですね、銀座とか。結構やっぱり新宿とか、うん、はい、あっちの中央線の方とかに行くことが多いですから、はい、こっちの、うん、なんていうか、こっち側？東側、はい、東側っていうなかなか、うん、そうですね。ここは保護店になる通りでしたっけ？そうです、はい、そうです、ここそうです、はい、今もなってるんですか、保護店は？はい、はい、なってます。はい、あ、じゃあもうここすごいですね。じゃあそうですね、日曜日は、はい、そうです。ですから何年か前にお店の外でですね、コーヒーの試飲会と称して、やったことがあるんですけど、その時はすごかったです。そうですよね、うん、はい、
はい、こうやってわざわざここに置いてあるってことはやっぱり砂糖を入れたらまた一味違うよ的な。そうですね、はい、合う。日本ではどうしてもコーヒーブラックで飲まれる方が多いんですけど、うん、外国だと別に砂糖もミルクもしっかり入れて飲まれることが多いので、しかもコーヒーブラックだから通っていうことはありませんので、そうですよね、はい、特に嗜好品ですので、うん、好きに飲んでいただくのがいいと思うんですよね、はい、なんかこのプレスに関しては特にこれが合うんじゃないかっていう提供のされ方っていう感じですね。そうですよね、はい、あ、そうですね、はい、コーヒーだけですもんね、はい、こちらは普通 の, あの普通のこういうシュガーですので、はい、せっかくので一つちょっと、はい、はい、また味が変わってね。普段入れるの砂糖ミルクは？まあやっぱ入れないですね。やっぱブラックで飲むの、なんかやっぱ常になんかそのコーヒーの味を楽しみたいっていう、知っておきたいみたいな、はいはいはい、まあ自分のそのドリップのブレ加減もしますし、はいはいはい、何やりたいんだろう。何そのブレ加減っていうのは今日はうまくいったかなとか、なんかそういうのがあるんですよね、はい、まあ、自分で焼いて お湯がうまく落とせなかったとかそういうこと。そう、やっぱこの適温で良かったんだろうかみたいなのは最後までちょっと確かめたいから、はい、結局やっぱ、はい、でも自分しか飲まないでしょ。すごいですね。砂糖入れるのも結構好きだったりするんだけど、うんうん、結局知りたい方が先なんですか、成功したりとか。やっぱ一つ入れると全然違いますね。そうですね、はい、飲みやすさもグッと増し、うん、まあ、さっきの飲みづらいとはじゃないですけど、また違 う、ね、また違う美味しさが出ますよね、はいはいはい、じゃあいただきましたんで、はい、ちょっとはい、あちらのお豆売ってるコーナー、はい、豆も売ってるのでそちらの方に移動してみたいと思いますので、はい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 、はい、だから豆コーナーです。そうですね、こちらが銀座店の豆売りコーナーになります。いっぱいありますね。いっぱいある。ほら、最高級が好きな方。ほら。そう、これこういうの見たら嬉しいじゃないですか。めっちゃキラキラしてるよ。いやー、欲しい豆が。はい。すごい。この入りがチェックっていうのは、うん、モカの推薦式なんですよ。地域ですね。イルバチェフ地方ですね。シダモっていうところがありまして、こちらにあるんですけども、シダモの中の、その中でも、かなり特殊な真ん中の辺にあるんですけども、はい、一地域の名前ですね。はい、すごい。こういう状況ですよね。そうですね。これが収穫している状況ですね。で、一番端が乾燥させている状態ですね。はい。この乾燥はパプアニューギニアなんですけども、はい。はい、これ本当 100g 単位で買えるのが嬉しいところですよね。そうですよ、なんていうか新鮮なうちに飲みきれる量で、かついろいろ飲みたいなっていう時にも、あ、そう、いろんな飲みたいな、あんまり 200g、300g とかでドンと買うっていうよりは、こういう小分けでタイプの方がコーヒーマニアとしては嬉しい。これは何ですか。いろいろこう種類分けがしてあるんですね。そうですね、はい、その丸の色によって酸味とか、うん、コクとか印象度とかっていうふうに分けて、はい、カテゴリー分けしています。なるほどね、はい、これは何ですか。これはですね、どうしてもこういうこれ豆なんですけども、はい、それを引いてくださいというお客様がいらっしゃると、はい、引いて差し上げて、はいはい、でこれは仕入れする機械です、ね、パックスでやつ、はい、パックスでやつ。なるほどなるほど、はいはい。ちなみにどういうのが好きなの？酸味がきついのがいいか、苦味があるのがいいか。結構その自分も日によってやっぱりね違かったりするんですよね、はい、今日はこの気分かな。まあ大体大まかではそのやっぱ結構すっきりした酸味が好きだったりするんですよ。でもすごい濃い苦いなんかそういう、この話だけ聞いてるとどんな金持ちやねんって話だよね。苦いのがすごい好きだったり、ね、飲みたいなっていう時もあるしね、うん、なるほどね、はい、実は貧乏じゃないじゃないのあなた。いやいやいや、まあまあ、コーヒーにお金使いすぎなんじゃないですか。そうですね。そうですね。あとこれがさっき言ってた、あ、はい、大好きな、はい、ブラッジョメーカーいらっしゃっておりました。サインをいただいてるんですね、この、はい、カップに。そうですね、はい、オーナーが持ってるらしいですよ。これなんですか、銀ブラ証明書。はい、これはまあうちで勝手にやっちゃってるんですけど、はい、はい、うちでコーヒーを飲むと、はい、まあ銀ブラをしましたよという証明です、ね、あ、ほら書いてある、証明ですね、銀ブラ、
ポイントカードになっている、うん、はい、はい、のもあります。はい、これはあのうちの調査室ですね。 ありがとうございます。歴史があるんですね。そうですね、まあ、あの歴史だけは古いです、はい、はい、いただきました、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はもうわざわざありがとうございました。ごちそうさまでした。すごいたくさんいただいちゃいました。もうすっかり完食でございます。よかったね。おいしかったですね。食べれないものが食べれて飲めないコーヒーを飲んで、すごく、いっぱい飲んじゃった。ベルナもさせてもらっちゃってもうね、コーヒーおいしい。はい、はい、よかったです、はい、あのお店情報なんですけど、はい、営業時間とかは、はいはい、平日はですね、はい、朝8時半から、はい、夜は10時半まで営業しております、はい、で土曜日も同じなんですけども、日曜日だけ、始まりがお昼から12時からになります、うん、で夜も7時半で締めさせていただいております。なるほど、はい、はい、あのホームページとかあるんですか。ね、そうですね、まあ、お店の名前のカフェパウリスタで検索していただけると、はい、あのヒットしますので、うん、そこに、まあ、森のコーヒーのお話とか、うん、いろいろあると思いますので、なるほど、はい、ご覧になってみてください。そうですね、通販もやってます。はい、ちなみにその駅からの目印とかなんかあるんですか。はい、駅からですと、うん、一番最寄り駅は新橋なんですけれども、はい、ちょっと分かりづらいと思いますので、うん、日比谷線とか銀座線、丸の内線の銀座で降りていただきまして、うん、一番有名な銀座4丁目、うん、三越さんとか、はい、和光さんとかのある交差点を出ていただきまして、晴海通りと、中央通り、銀座通りですね、うん、が交差しているんですが、その銀座通りをですね、新橋方面に歩いていただきます。で松坂屋さん側ですね、うん、歩いていただきまして、ずっと、まあ、5分ぐらいでしょうか、うん、歩いていただくと、一番最後の信号のところに、天国さんという天ぷら屋さんがあるんですけども、はい、その5、6軒手前がうちのカフェパウリスタになります。はい、はい、はい、じゃあぜひコーヒー好きは、はい、資生堂パーラーの目の前ですね。そうですね、はい、はい、ね、いろいろコーヒーの話も聞けるかもしれないので、うん、店員さんに聞いてもいいですね。このコーヒーはどういうコーヒーですか。そうですね、はい、はい、はい、なので、はい、今度プライベートでぜひ来てください。そうプライベートでは、まあ、新橋から来ようかなと、ね、はい、電車で本当疎くてはい、お昼は今日はコーヒーのお話たくさんできてよかったですね。いや、本当に充実したひとときをありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。